という気持ちもわかるが、あなたたちが思っているほど深刻でもない。深刻だったらここでいない。っていうところ、もっとフラットな関係性である。うん、で、なんか、みんなが期待してることはさ、一旦はトラウマを克服して、今こうなったっていう。うん、だから、そもそもあのトラウマがない。要は、ないんではないなりの人生きているから、うん、俺はそこでなんか面白さを追求していったら、やっぱ人と違う環境で育ってきたから、人となんかそこ考え方の違いっていうのもあって、それも面白さを感じる。人並みに生きてきた。なんか別にこう枕を濡らした夜があるわけで、ごめんなさい。なんか僕は憧れっていうよりかは、あ、こういう形があるんだな、はいって感じですね。こういう方があって、ここであなたかわいそうですね、あかわいそうっていうのが、あ、なんかそのドラマだったり本だったりリアルだったりするんですけど、要は これがなんか人はこういう状況になると幸せじゃないんだっていうのを決めつけるのは良くないですねと思うので、要は人それぞれ、まあ、ご飯だけ食べて幸せに感じる人もいれば、なんか人と話すだけ楽になってる人もいるんで、そう幸福の形ってやっぱ人と、まあ、個々違うんでね、あのだから父親がいないイコール不幸じゃないんですよ、まあ、っていうとこかな。アウトプットを見るとさ、うん、こうね、より感じるわけよ、うん、あ、なんか、ね、勝手に考えて生きてたみたいなさ、うん、だからそういう、だから父親がいないっていうのは非常にいいチャンスだったなと思って、うんうん、それは一つのね、いや僕の勝手な考え方かもしれないけど、うん、そうだね、でもあの、うん、見てる側からしたらどの口が言うんだっていう、そうどの口が言うんだよねって思うんだけど、実際そうで、あの、なるほど、そう勘違いしないでほしいのが、それが正解ではない。あの、これが正解だよって言ってるわけではないよ。そう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 、こういう形になったよっていうだけであって、みんなも同じことしろって言ってるわけじゃない。その形になったっていうことは、っていう形になったことで、あ、面白いもんできたねみたいな。そう、面白いもんできたねっていう場であって、いう、うん、まあ一応ね。うん、だからその一つの可能性の一つとして、ね、なんか、こんなんもあるんかなみたいな、うん、そうそう、こんな感じにもなるから、うん、なんか多様性いっぱいあるよっていう、うん、1歳だろうと2歳だろうと4歳だろうともう立派なこう生きてるからすごい生命力で生きてるから、うん、それもほっとくのが一番だろうと思って、うん、なんか余計な情報がなかったっていうのもケースだろうなっていう、その余計な情報がなかったか、うん、僕自体の、うん、僕がなんか日々生きていく中でこう学んでいくことをこう重きを置いたからこういう人間になったんですが、要はなんかなんだろう、親がこう子供をあの、お前はこういう人間になれ、こういう生き方をして、こういうふうな幸せ、お前はこういう幸せを感じて生きていくんだぞって教育されるのと、こう、あ、好きにしろってって言ってこう好き勝手するの、いろんなケースがある。で、まあ、僕の場合はもうそもそも好き勝手しろもない。ない無無だから。でも母親のなんか母親は型にはまれって言ってて、でその、うん、その尊敬してたんだよ。うん、その生きてるってすげえなこいつって、うん、よくそこまでわがまま言えんな、こいつすげえなっていう、うん、なんかもう尊敬しかなかったわけ。うん、なんか。社会的思想の人間を育つ可能性もある教育の仕方だからな、これ。ただあの、ベースにあなた の,、うん、あの人間、なんか、やっぱちっちゃい頃の、まあ、少しだけ一緒にいたから、その記憶とか、あのそういう生き方のベース、やっぱ指標となるから、あの意識無意識だけど、多分こういう生き方の人間がいるってだけで僕の教育になったから、なんかそういうことはなかった。そうね、うん、そうね、だからその後、強いて言うと、うん、こう愛し抜いたっていう、うんうん、いやことが多分ものすごく伝わってるよね、うんうんうん、その小さい時から、うん、捨ててないしね、あの結果的になんか俺からアクションしてわけじゃないから、うん、そうだね、うん、完全には恋してない感じ、うんうん、が良かったのかな、そうだと思うね、うん、
まあ、ゲスト署まで行くわけですから、ね、軽犯罪法違反っていう、なんか一応なんかついちゃうんで、で、父親がそれ聞いた第一声が、めっちゃ笑ってたっていう、普通怒るとこじゃんっていう、でもそのことによってさ、うん、伝説になるじゃない。伝説になったね。なんか廊下通るとこ、肩トンってやったなーって知らないから牽制してるだけであって、仲良くなったらそれはみんな誰もがいい人っていうのはその時なんとなく思った。そうだよね、うん、だそこはこう高校2年で学べたんだとすれば、それは草が燃えたくらい大したことない、うんうん、全然通信で資格で行きたい学校行けるって聞いた瞬間、あ、それでいいやって、うん、そうだね、たっぷり、うん、いろんな吸収、自分の好きなことの吸収に時間使って、要は学校で国語古文とかなんか数学の定理とか学んで、それに時間使うよりかは俺ははるかに意味があると感じて、まあ、そう数学を否定してるわけじゃなくて言ってるけど、まだそういうマジョリティマイノリティがある、うん、上積みの人たち、上の人たち、なんかお金持った権力層の人たちが幸せに生きれるような、まあ資本主義がそもそもそうなんだけど、うん、そういう人たちが生きやすいような社会システムっていう、うん、反抗するやつ叩くことで平穏、規制することで平穏、うん、っていうところに来てる人たち、うん、だから集団っていうのは重き置かれるんだが、俺はそれに従いつつ次元だろうなって思っていく、うん、比べたり他人どう思われてるかっていうのを気にしなくていい、まあそれはなんかまあさっきの話から引っ張ってくると、もともと人間がこう猿だった時代にこう自分と相手をこう力の差を比較してこう生存していくために身につけてきた能力であるけれども、今は別にそんな人と比べないとこう生死を分けるみたいなこともないから、人傷つけたくないのが自分の本心であるならば、わがままはしなきゃいいと思って、別に自分のやりたいことがファースト、一番第一に置いてるとしたら、迷惑かけちゃったり傷つけちゃってしてもいいんじゃないかなと思ってます。巻き込んだり、むしろその人たちに支援してもらうような動きをしてもらった方がいいんじゃないかな。別にその傷つけてしまうっていう線、なんか一つ結果じゃないですか、一つなんか傷つけない方法ももっと探せるはずだし、なんとかそれこそ傷つけないように関係切ったりするのもそれ手じゃないですかね。傷つけちゃうぐらいだったら切って、もう自分の横進む道進んで。ありがとうございました。どうした？